対岸は福岡市民団ボール3点台で勝ち上がりました河村選手。予選最終日は得点数5つ争いやや大きい展開でしたが、3日目2着2本で得点率5つの勝ち上がりとなりました河村選手。その3日目の運転はやや後手を取って2着と敗れましたが、昨日の準優勝戦では2戦ゼロライスタートから逃げて4点しませんでした。その準優勝戦の再現となりました今日の優勝戦、こんな1-0のトップスタートで2戦の優勝となりました。川村選手、昨年12月の通知以来、通算ではこれが20回目の優勝となりました。そしてここ戸田ではこれが3回目の優勝、戸田これまで2回の優勝は4コースからの打ち出し、そして3コースから3つ目の優勝と、これまで2回はセンター戦での優勝でしたが、戸田では初の1-0の優勝となりました。戸田2年ぶり3回目の優勝となりました。市民の主役が最後は1-0で決めました。5日間にわたりましての第38回日本モーターボード選手会会長賞、優勝は愛知区の川村亮選手、通算20回目、そして戸田3回目の優勝となりました。5日間のシリーズ、最後は1位でしっかりと締めくくりました川村亮選手の優勝でした。ファンの皆様、熱い夏